僕から見てると参政党も令和新選組も宗教に見えます。政治というのはこれはもう、ね、政治っていうのは何かっていうと合理生活科学的なものなんですよ。政治とは合理的でありかつ、科学的なんですよね。これに基づいて動くのは僕政治だと思ってるんですよ。一方で宗教というのは、宗教とはこれは合理性がなくていいんですよ。まあ、ある意味も不合理、もう何言ってるかわからない、不合理、もちろん非科学ですよね。これが宗教なんですよ。そういう意味においては、例えば波動でねコロナが治るって言ってるような参政党の人とか、もう僕非科学的だと思うんですよ。もちろんね、ワクチンの効果とかマスクの効果とかいろいろとありますから、その辺は非科学的までは決めつけませんけども、あまり合理的なことを言ってないですよね。あまりというか合理的なこと言ってません。令和新選組さんだってどうやってじゃあ消費税ゼロにするのと、もう全然具体的な案が出てこないですよね。消費税ゼロにします、立候補者何人ですか、はい10人です、国会議員700人います、どうやって消費税ゼロにするんですかっていう、これから頑張っていきますとか、まあそれはいいんですよ。だから宗教って本当そうだ、憲法9条を守れ、宗教でしょこれ。憲法9条を信じていれば、戦争に巻き込まれないなんていうのはもう完全に宗教ですよ。どこにそこに合理的な根拠や科学的な根拠があるんですか。特にただもう裁判する前にこういうものって僕は返金してあげるべきだと思うんですよ。だって政党の活動なんて何かサービスを渡してるわけじゃないから、それをしないと、その、なんていうのかな、政治に対する僕はすごい不信感がやっぱ募ると思うんですよ。令和新選組に対しては僕は貧困ビジネスじゃないんですかって山本太郎さんに言いましたよ。で、まあ時間がなかったんで、二人で会話することも非常に少なかったですし、山本太郎さんは僕は、討論したいと思ってますが、彼自身は討論に出てきてくれ、僕と話する気がないようなので、時間で終わってしまいましたけども、やはり、できもしない公約を掲げて、いわゆる貧困層ですよね。貧困ビジネスって僕言いましたけども、まるで消費税がなくなるとかですね、いわゆるお金を借りた奨学金ですね、大学行く、専門学校に行く、そういう学費を借りた人、もう借金がチャラになるとか、最低賃金がやっぱ1500円以上になるみたいなことをやっぱり言ったことに対して、そういう貧困層の人から寄付を募るっていうのは、僕は本当に政治家としてどうなんだろうってずっと思ってるんですよ。僕は常に政治の一丁目一番地っていうのは、いわゆる自分で生きていけない人、自立できない人をお救いする、お守りするが政治だと思ってるんですね。問題は、錯誤した人。いや、ちょっと違うよな、参政党ってこんな政党じゃなかったよね。僕の説明より、まあ、ホームページを見たり、政見放送を見たり、選挙運動を聞いたときに、ちょっと違うなと思った人はお金返してって言われたときに、僕は返すべきだと思ってるんですよ。参政党であろうが、令和新選組であろうが、その他の政党であってもね。で、これ本当にお金返してほしい人は、やっぱりこれね、集団でやるべきだと思いますよ。裁判して勝てるかっていうと、それはわかりません。少なくとも NHK 党が、これ調査研究費の一環としてお金出します。弁護団。弁護士をつけますよ。だって、やってみるとわからないでしょ。でもニュースにはなると思います。寄付した人がお金返して、だって道徳的に返すべきでしょ。何度も言いますが、参政党も令和新選組も他の政党も、言ってるだけで物を渡したりサービスの提供してませんよね。その状態でお金を受け取ってるわけですよ。そしたら、お金返せって言われたら返金すべきでしょ。道徳的に。僕はそう思うんですよ。だから、
返金してほしい人はぜひ、ご連絡をいただければ私の方で、裁判資料をですね弁護士をつけて、まあ、最初はこういう人が返金希望してますということで参政党なり令和新選組なり他の政党、まあ、その政治団体もやってもいいんだけどちょっと政治団体に関しては、今ちょっと待ってほしいな、ちょっと政治団体に関しては本当に、ね、お金がないところに言っても返金してもらえないというのがあるんですけど、参政党や令和新選組はめちゃくちゃお金持ってるのでもう100万10万とかいう単位でお金返してって言っても返金できる、そもそも体力があるしもう法人格もあるので、これねぜひ、やっていきたいと思います。ちょっと驚いたと思うんですよ、選挙終わってから神谷さんの言ってること、参政党についてはですよ、うん、お金出しても100万円も1万円も1000円の人も一緒、うん、お金出さない人の話は聞かない、もっと言うとお金出してる出してない関係なく人の言うことは聞きませんって神谷さんはっきり言ったんですよね。で僕はその考え全然正解ないですよ。お金を出す出さない関係なく人の話、有権者の話なんていわゆるもう不毛な議論はしませんっていうような考え正解ないですよ。だから我々 NHK 党は国民から1円ももらえません、もちろん組織がもらえません、パーティー券も売ってません、パーティーしません、政治資金パーティー。でもやっぱりお金一票投じるだけじゃなくて寄付をした人からするといやちょっと参政党の方向おかしいよねって思った人からするとやっぱお金返してって僕思うの当然だと思うんですよ。現に何人か相談来てますからぜひねこれはちょっとねやってみたいと思います。非常に話題にもなると思いますよ。安易にね政治家政党はお金集めちゃいかんって、お金集まるからできもしない公約を掲げるんだと思いますから、ぜひね、国民の皆さん、参政党でもいいし、令和新選組でもいいですし、もちろんね、自民党であろうが、公明党であろうが、寄付をしたお金を返してほしいという方は、その寄付をした証明書ね、領収書かないしは、振込用紙とか銀行でどこどこに、まあ、ちゃんと振り込んだというね、領収書がない方はさすがにちょっと対応できませんので、仮に1000円でも構わないですよ。1枚でも1000円でも寄付をしたという方については証明書がある方については私の方に直接お電話ください。080-2508-9347ということで、以上で終わります。次の統一選挙に勝って NHK をぶっ壊す。